皆様こんにちは。6月14日に FOMC、 アメリカのですね、連邦公開市場委員会、フェデラルオープンマーケットコミッティがございまして、アメリカの金融政策を決定する会合がございます。年に8回ほど開催されまして、現在の景気判断と政策金利、またその FF 金利の上げ下げなどの方針が発表されるといった形になります。時間は27時、ちょうど午前3時ですね。現状は今 5% から 5.25% の金利でございます。これはアンチェンジということで、今回は変更しないという予想が今主でございまして、大体 70% 程度、3割ぐらいの人間は利上げをするのではないかというふうにイメージをしている方たちが世の中にいらっしゃいます。あとパウエル議長の定例の記者会見が、こちらは3時半から行われるという状況です。過去の政策金利をずっと見てまいりますと、2021年にずっとゼロ金利に張り付いていたところが、2021年3月に利上げを行い、そこからはですね、毎月のように利上げを行う、もしくはその現状維持、また利上げを行う現状維持という形で、このところはずっと現状維持1回入っておりますけれども、まあじわじわとこう上がってきている状況でございまして、一応マーケットの方はそれまでは6月の利上げをほとんど期待ししておりましたが、これがやはりあのアメリカの数字があまり良くないということで、これは利上げを1回延期するのではないかという話になり、いやいやそんなことはないよと、例えばカナダが利上げをしたことでアメリカに影響を与える形で利上げの話もまた盛り上がったりもしましたが、現状は現状維持という形が一番マジョリティといいますか、一番多いかなというふうに思います。そしてこのドットチャートと呼ばれるこちらの方が、投票権を持つ11人のメンバーと投票権のない7人のメンバー、各中銀ですね、フェデラルリザーブの総裁が、今年の適切と考えるフェデラルファンド金利の水準を散布図として公表している。これ今年になりますけれども、5から 5.25% というのは一番人数的には多い。でもっと利上げをしなければいけないと考えている人たちも当然いるわけですが、これがどんどんと来年以降になってくると、どんどん中心値がこう下がってくるといった形で、金利がやはりインフレの鎮静化とともに下がってくるだろうという形で FOMC のメンバーがそう考えているということがわかります。FOMC 前後のドル円の値動きでございますが、2月には1円30銭上がって下がる、3月は1円50銭ぶち下げ、5月は基本的には上げですね、90銭ぐらい上げたといった形になりまして、結構大きな値幅になります。したがいまして、 FOMC の政策金利発表の時にはやはり指し値はなかなか厳しいかなというふうに思いますので、ザラ場で見ながらスキャルピングなり何なりをしていくと、指し値はやっぱりこれだけ動かれると、どこに果たして水準として指していったらいいのかっていうのがよく分かんなくなりますので、指して口出しになるよりはまあ指さない方がいいのかな、そんな気がしております。アメリカのですね、消費者物価指数の発表があって、次の日14日に FOMC がございます。アメリカの政策金利に絡む思惑が明日どのように変わってくるのか、そしてまた実際14日に FOMC でどうなるのか、マーケットはやはり注目をしております。ぜひこちらの方をウォッチしていきたい、そのように思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。